ました。ここはね、日本人かタイ人しか来ないみたい。はい、こんにちは、大西です。今日はね、もう今ホテルをチェックアウトしてですね、最後このホテルのバーに来たところなんですけど、まあ、これからあとまだ1日あるのでね、これからプールに行ったり、なんかガネーシャを見に行ったりとかしようと思っています。はい、ですね、最後ちょっとチェックアウトするときにね、ホテルのフロントデスクの方とね、こうちょっと英語でやり取りをした感想をちょっとお話ししたいと思います。はい、私日本人ですね。日本語がネイティブ、英語は第二言語なわけですね。だから当然ジャパニーズアクセントがあるわけですよね。でタイのそのフロントの方も、主要言語はタイ語で、英語が第二言語なわけですよね。だからお互い非ネイティブ同士なわけですよ。なんか面白いなと思ってですね。で私からするとそのタイのフロントデスクの方、英語話してるんだけど、やっぱりタイ語チックなんですよね、そのアクセントがね。分かりますよ、分かります、分かるんだけど、タイ語のアクセントがあるわけですよ。で私もやはり日本語のアクセントあると思うんですね。で今日伝えたいのはね、このね、鉛っていうアクセントは鉛なんですけど、鉛は全然 OK っていうことです。世界中の非ネイティブに鉛があります。そして世界の英語人口、英語を使う人たちの8割が今非ネイティブ、実際の本当に英語が母国語でのネイティブっていうのは2割になってるって言われてるんですよね。だからこうして実際もう旅行とかお仕事とかね、来た場合に実際に使う英語って非ネイティブ同士で使うこともいっぱいあるわけですよね。もう多いわけですよ、そっちの方がね、うん、で実際そこにもちろんネイティブを混じることもあるし、でも結局ね、方言みたいなもんなわけですよね、この訛りっていうのは、うん、伝わる英語のコミュニケーション力を培っていれば別に訛りはそれぞれあって、あ、お互いの訛りいいねっていう感じなわけですよね。この感覚が自分の中にこう落とし込めると、英語ってすごくこう肩の荷が下りるっていうか、軽いものになると思うんですよね。もっとこうカジュアルにツールとして楽しめるっていう風になると思うんですよね、うん、だから今ね、英会話学習されてる方もですね、日本人のアクセントは別にいいんですよ、全然全然いいんです。だって私たち日本語が母国語で英語第二言語だからですよね、うん、全然いいわけ。もう方言と一緒ね、自分の土地の方言ってあるじゃないですか。それいいじゃないですか、素敵なことじゃないですか。なのでそういう感覚を持って英語をやっていくと、まあ、英語は世界中にその方言があるっていう感覚なわけですよね、うん、私も日本でもですね、博多生まれなので博多弁だし、はい、だけど別に他のね、日本の方々とお話ができないわけじゃないじゃないですか。東京行っても東京の人と話もできるし、ね、だけど自分の方言にも誇りを持っている、それでいいと思うんですよ。英語も一緒、うん、日本人のアクセントに誇りを持ち、ね、そして、世界中の人たちと英語でを使ってコミュニケーションを取るだけの話なので、まあ、日本語なまりは全然いいぞっていうことですね、はい、ただ伝わるために発声とか発音を身につけるっていうのは大切なことなんですよね。発音を身につけて、基本的な文法でお話はできるようになります。でその訛りっていうのは各国それぞれの人にあります。それは全然かわゆいことっていうことですね。全然 OK っていうことですね。はい、まあ、そんな感じでやっていけたらと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。バイ。